ミュージックシェルフをご覧の皆様、こんにちは、ゆきのです。6月18日にセカンドミニアルバムエースをリリースしました。このアルバムなんですけども、こちらに1年3ヶ月ぶりに私がですね、やっと出せたミニアルバムでございます。本当に6曲入りなんですけども、内容は24分ぐらいなんで、すごい短いんですが、本当に6曲入りとは思えないぐらいの充実した内容で、サウンドもですね、すごく重厚感ありますし、すごくこう歌の方はキャッチーなので、テクニカルな音楽が好きな方もポップな音楽が好きな方も両方が楽しめるアルバムとなっております。ぜひたくさんの方に聴いていただきたいなと思っておりますので、皆様ぜひね、聴いていただければと思います。そして、毎度号令のカバーには、今回はテンプテーションズのマイガールをセレクトさせていただきました。いろんな方がカバーしてると思うんですけども、ちょっと一風変わったアレンジで歌わせていただいておりますので、そちらの方も要チェックしてくださいね。そして、ライブがあります。ライブが7月の10日に私のバースデー記念として、やらせていただきます。そしてバースデーとエースのリリース記念ということで、盛りだくさんの内容となっております。フィーバーオブナイト、こちらはですね、なんと、もう超豪華な編成でやらせていただくんですけど、ファイアーホーンズっていうね、めっちゃかっこいいホーンセクションが参加してくれます。スペシャルゲストでファイアーホーンズ参加です。本当に彼ら の6月11日に発売されたプライマルイグニションというアルバムも、すごくかっこいいアルバムとなっておりますので、ぜひこちらも手に取っていただいて、私とファイアーホーンズの補修をしていただいてですね、ぜひライブに遊びに来ていただければと思います。はい、ということで、7月の10日六本木モーグで行われますゆきののバースデー&エース発売記念フィーバーオブナイトスペシャルゲストファイアーホーンズは、会場が7時、開演が7時半となっております。前売り券は3500円です。ゆきののオフィシャルホームページ、または私のオフィシャルホームページから飛んでいただけます。お電話の方でぜひご予約をお願いいたします。ということで、皆様のお越しをお待ちしております。それではまたね、バイバーイ。